はいどうも、ブーでございます。セブンナイツでございます。はい、先ほどね、ミューランがいいという情報を出したんですけども、他の方の情報を見てると、バーソリーこの子じゃないかっていう話が、まあ、すごい多かったんで、ちょっとまあ僕もグローバル版をインストールして、ちょっと見てみたいなと思いまして、今回もう一度ね出させていただこうかな。ミューランはねマジで可愛いんですよ。で、動画見ていただいた方もわかると思うんですけれども、かっこいいし可愛いし仲いいなっていう、あれはね中国版のキャラですね。で、あとコウウっていうキャラが中国版にはいます。で、グローバル版で日本に実装、韓国にも日本にも実装されてないのはもうこの子だけになりました。だから日本で先行でリリースされることも、まあ、あるのかなと。ロロに関しても、アメリアに関しても、イングリッド、アタランテ、カグラ。あ、グローバル版にもカグラいいんだね。で、この子。Really? What a lovely red color. で、ちゃんとカイルね、ライアンもね、覚醒してるし、なんで日本は覚醒してないんだっていうことではあるんですけど。ただこちらはクレミスがいないですね。で、キューシコは逆にテオしか覚醒してないんだ。はぁ。こっちもリンが覚醒してないですね。だからやっぱりちょっと違うんだね。シルベスター・ファルネスだからいいのか。セブンナイツの覚醒はレイチェルがしてますね。ああ、やっぱりちょっと違うんだね、流れがね。で、俺さっき、まあ、ちょっとよくわかんないけど、たまたまなんか星4から6の召喚権引いたらエリスが出るっていう奇跡が起こるっていう。まあ、続ける機会はないと思うんですけどね。さすがに、日本版、韓国版、グローバル版っていう形は、ちょっと無理だろうなと。I know you'll make it. でも、韓国版より先に、グローバル版をやっていたのは、やっていました。はい、なんだろう、グローバル版、iOS をアメリカのアカウントで取れば簡単にできたんでやってたんですけど、そうだよな、でもちょっとねついていけなくてやめちゃったんですよね。はい、まあそんな雑談は置いといて、見ていきたいと思います。ちょっとね、翻訳が、韓国版と違って、まあ韓国版はさくらさんが出してくれてるのを借りてるんですけど、ヒルマさんか。ここに関してはちょっと今から、Beauty itself is an absolute power. あ、リンゴね。自分が、翻訳を使って、翻訳アプリを使って翻訳するんで、ちょっと内容が違ったらごめんなさいね。ちょっとまずは、見ていきましょう。アクションをね。アタック。おー、コウモリを使っている。Let's make some scars. 吸血鬼っていうのはどうなんですかね？そうなんですかね？ Is everyone here?コウモリを使ってるのは分かるけど、あ、いいね、かっちょいいね。ただなんか自分で攻撃しないでコウモリにずっと攻撃させてますね。Welcome. I've been waiting.
for your pretty blood. ちょっとよくわかんないねこれ。はいはい、というわけで、スキルをね見ていきましょう。まずパッシブから決まってね、あ、英語だと、1ヒットのためダメージ、ちょっとわからんなこれ。ちょっとわからんぞこれ。 Google 先生、1ヒットの場合受けたダメージは最大ヒット分の 20% を超えません。あ、なるほどね。 20% 以上のダメージを、ヒットポイントの 20% 以上のダメージを受けないと。受けたダメージは現在のヒットポイントより高い場合は、ヒットポイントを完全に回復させます。ヒットポイントが 50% を下回る場合、ヒットポイントを最大2回まで完全に復旧します。キャスターマーカーに、無効化エフェクトを適用されます。要は、カエルとかがかける刻印が効かないってことですね。うん。なるほどね。面白いパッシブですね。で、まあいいや。Google 先生、英語だと勝手に翻訳してくれるけど、ちょっと違うね。第一スキルが3人の敵に 80% の魔法ダメージを与える。さらに、何これ。読めない。クリティカルヒットが効くライフはダメージを 100% 奪う。ちょっとよくわかんないね、これ。難しい。まああれかな、3人攻撃に対して4回ヒット当たるってことかな。 80% の魔法ダメージを。で、クリティカルってことかな。クリティカルが適用されますってことかな。で、第2スキル、すべての敵に 120% の魔法ダメージを2回与えます。さらに、毒を与えます。最大 15% の損害ダメージ。ターゲットが、毒の場合、ヒットポイントのバフ時間継続を3、なるほど。バフ減3ターン。相手が毒の場合、バフ減3ターンを与えると。最初に毒っていう効果を見ましたね。確証以来だね。日本でどうなるか分かんないけど。で、覚醒スキル、ごめんね、ちょっと時間かかっちゃって。一人の敵をなくす。これは多分、消滅ってことかな？前列の敵の中で優先順位をつけます。前列の敵。これ、凛にいたら効かないね。で、2000の固定ダメージを2回与えます。ピアスが有効になり、なんだピアスって。さらに、すべての、ポジティブバフを除去するっていうことかな。調べてみよう。
除去された敵は戦闘員から取り除かれ、復活させることも復讐を与えることもできません。まあ消滅ってことだよね。はい、というわけで、まあバソリーは、こんな感じのスキルみたいですね。多分敏捷33って書いてあるけど、魔法型で、多分万能型ってことはないと思うんだよね。魔法型で、敏捷34で来ると思います。はい、まあちょっとミューランが俺的には来てほしいけど、でも確率的にはこの子の方が高そうですね。ガキって言われてたし、うん、ガキになるかどうかわかんないけどね、ヴァンパイアだからね。はい、というわけで、バソリーの紹介でございました。もしね、参考になったよーって方いらっしゃいましたら、高評価、そして、これからもセブンナイツの動画もどんどん出していきますんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあね、バイバイ。